スポンサーさんのおかげ、そしてファンの皆さんのおかげ、そしてサポーターのおかげだと僕は思っております。25年前 J ができて、僕はその時に選手をやっていました。その時に感謝の気持ち、常に忘れないで今まで来ています。そしてこの選手たちに僕が伝えたのは、やっぱり感謝の気持ちを持ってファイトして走って、そして粘ってやっていこう、頑張る、でもそれが当たり前だけど頑張るんだよということを僕はここへ5ヶ月前に来て伝えに来ました。選手たちはどんどん変わっていきました。粘っとくやれるし、走れるようになったし、結果はついてこなかったですけど、本当に選手はよくやってくれたと思います。結果の責任は私です。勝てなかったら全て監督の問題だと思っています。本当にこのことに関しては申し訳ないと思います。私も今日をもって1イラバース北九州のサポーター、ファンとしてこれからもこのチームを応援していきます。そして皆さんもぜひこのチームが上がっていくと見守ってください。皆さんの力がなければこの世界に成り立ちません。ぜひこれからも応援してください。ありがとうございました。